アゴ十郎鳥物町、稲荷の死、久サオ十蘭、シカミ、春霞、ドカドンドカドン、初馬の太鼓、飛びがピーヒョロピーヒョロ、カグの笛の地へのどかに連れて、何様、うっとりするような四つ下がり。黒板べえに国鉄の忍び返し、姫小松と黒べを剥ぎつけた小島いらのしおりどから根深わの飛び石がずっと潜水の方へ続いている。 霧のズンドにこうやまき、かさの梅の苔にも錆を見せた好きな庭。広縁の前に大きな植木棚があって、その上に丸葉の、筒葉の、のし葉の、乱れ葉の、とりどり様々なおもとの鉢がかれこれ230、ところもせにずらりと置き並べられてある。ラシャジ、バショウフジ、コンゴウチ、半門に至っては、星でふ、 ふっかけふ、すみしま、こんリくりんと、きりがない。その広縁の、ちりめんがたきのくつぬぎ石の上につったってにがむしをかみながら植木棚を眺めているのが、小兵組の森川小兵衛。親代代よりきで、前の矢部するがみの時代から北町奉行所に属し、銀味型筆頭支柱取締り方検体という役を相務める。罪人の取り調べ、支柱の聞き込み。 取り物などを司るので、今で言うなら検事と捜査部長を兼ねたような役柄。これは大した異性のもので、6人の書き役、添え役のほか、恩密会、城回り、御用聞き、手先、下引きと300人に余る組下を追い回し、南番所と月交代に江戸市中の検察の事務に当たっている。大岡越前の神にしろ、 筒井伊賀の神にしろ、または鳥居界の神にしろ、名奉行と謳われた人は皆南町奉行所に属し、例の東山左衛門の城が初任当時ちょっとここにいただけで、初代、鏡爪忠墨以来、この北町奉行所というのはあまりパッとしない存在だった。講談や芝居で引き合いに出されるのは、いつも南町奉行所で、こちらの方はあってなきがごとくに扱われる。 組下には相当俊敏なものもいるのだが、運が悪いというか、あまり派手な事件にぶっつからない。町方や南番所の組下は、小米組と言わずに、小米組と呼んで馬鹿にしている。組屋敷は本郷森川町にあるが、小兵は至って内服なので、少し離れたこの金助地チ用に手広い亭を構えて住んでいる。一つまみほどの曲げ説を、 テカテカと釈迦色に光ったハゲ頭のすってっぺんにトンボでも止まったように乗っけている。朱を吐いたようなツヤツヤした赤ら顔は年柄年中狛犬のようにしかみ、これが生まれてからまだ一度もほころびたことがない。ずんぐりで、育首で、天秤肩なので、ハゲ頭から湯気を立てながらせかせかやってくるところなんぞは、かえしょったお不動用を描いた大ついたてでも歩いてきたかと思われるほどである。 暖気で一徹で、汗っかきでなまま。その上、無類の強情で負けず嫌い。痛いとか、参ったとかということは口が腐っても言わぬ。陰謀親父の見本のような老人である。二年ほど前の冬の朝、大変な汗を流しながら本を読んでいる。顔色を見ると一根が鳴るそと変わらないが、何しろあまりひどい汗なので、一人娘の花よが心配して尋ねると、 小米郎、例のお不動様の三白眼で、じろりと花世の顔をねめ上げ。バカめ、汗が、なんだ。と、かの泣くような声で叱りつけた。寄せばいいのに年寄りの冷や水で、毎朝三百棒を振るので、その無理がたたり、この時、長年点を起こしかけていたのである。いよいよ土壇場になって、しぶしぶあんまを呼ばせた。 両事の間もとうとう音を上げなかったが、箱枕を一つ粉々につかみつぶした。小兵の強情と痩せ我慢を書いていたのではきりがない。この頑固一徹で日ごとに番所を風靡するので、さすがの武行も年番方も小兵には一目を置き、まるで腫れ物にでも触るように扱っている。ところで、この小兵郎に弱点が一つある。一人娘の花世のことになると、 たちまち、何が何だか分からなくなってしまう。四十になってからの一人っ子なので、まるで目の中へでも入れたいような可愛が利用。何でも、うん、よし、よし。したい放題に甘やかしている。老いのあこ十郎が。おじゆえ、本所石原の岩おこしで歯触りは手ごわいが甘いですな所詮、だらしがねえと言うべきでしょう。 と、遠慮なく一番痛いところを突っついて、小兵をはがみさせる。それから、もう一つは、おもと作り。この方は、まるで気違いざた。おもと。おもと作りは天保以来の流行り物で、その頃でさえ一2二百金などというのも珍しくなかったが、加盟三年になると、一発八千両という天候流の大物が出た。この取引があまり妨害で、 夜風に害があるというので、加盟5年になってとうとう売買を禁じたが、なかなかそんなことで下火にはならない。禁令のおかげで帰って人気が出て、文休の初め頃は猫も尺子もおもと作り、仕事も何も放り放ぱなしで、え土は京都の七条土に限るの騒動の、あさりの煮汁をやればいいのと散々に懲り抜く。小兵はコリアの総大将で、 月番が明けると、朝から晩までおもとの葉を洗って火を暮らす。中んずく、金銘法という剣場うねめじしろ福林のおもとをなめずらんばかりに大切にし、どこの町はの。おもと合わせにも必ず持って出かけて自慢の花をうごめかす。これは、三年前。おもと番付、の東の大関の位に座ったきり動かぬという一品で、値二千金と格付けされているのだから、 この自慢もまんさら言われのないことではない。ところで、娘の花世をのけたら、命から二番目というその二式名宝が、どういうものか四日ほど前から急に元気がなくなった。配置面に灰色や黒の反転ができて艶がなくなり、ぶったりと葉を垂れて、いわば、規則永遠という体である。小兵の老狽ぶりは目覚ましいほどで、 せっせと水をやったり削り節の汁をやったりするが、一向に正気がつかない。手を尽くせば尽くすほどいよいよ行けなくなるように見える。毎朝起き抜けから縁先に突っ立っているが、尽くせるだけの手は尽くして、もうどうするという明暗もない。抽象の眉を寄せて、手を束ねているより他ないのである。そればかりではない、小米炉、ここのところ少々ご難続きの手入れ。 いろいろとよくないことが起こる。めったにないことに娘の花代が急に熱を出し、死ぬほどタンを冷やしてうろたえ回ったが、これがようやく収まったと思ったら、馬屋から火事を出しかけた。幸い大事に至らぬうちに消し止めたが、今度は最近江戸を騒がした治め殺しの唯一の手がかりとも言うべき、かけがえのない大切な証拠物件を紛失してしまった。 それは梨地さや作りの陰謀で、確かに田元へ入れて帝を出たはずなのだが、聖堂の近くまで来た時、ふと気づいて元拭ってみるとそれが田元の中にない。帝を出る前まで確かに今のふ机の上に置いたことはわかっているのだが、何しろ朝の時間は表で夢中になる習慣なので、置き忘れてきたものか持って出たものか、その辺のところがはっきりしない。これは、 というので少々青くなってカゴを雇ってテーマで飛び返り、ふ机くの上を見ると、陰籠などはない。座敷の中に棒立ちになってじっくりと考え込んでみたが、どうも落としたような気がしない。野谷と座敷に寝転んでいた赤十郎にそれとなく尋ねてみたが、そんなものは知りませんねえ、と鼻であしらわれた。 雇い人どもは、皆5年10年と勤め上げた素性の知れた者ばかりで、おまけに、この今には番所会所の書類など置いてある関係上、廊下に上口を作って、そこからは一歩も入れないようにしてあるのだし、小兵が出て行くと、すぐ入り違いに阿古十郎が入ってきて、ずっと今まで、ここに寝転がっていたというのだから、そのわずかの間に忍んできて、そんな素早い仕事ができよう言われがない。 念のため、一人ずつ救命してみたが、そう互いの口合いから押して、一人として上口までも来たものがないことが分かった。娘の花代に尋ねてみたが、花代も知らないと答えた。り木の庭へぬすっとが忍び色をはずもないが、庭へ降りて裏口の軌道を改めて見ると、3は内側からちゃんとかかっている。庭の外はすぐ春木町の通りになっているが、 高い板塀には国鉄の厳重な忍び返しがついているし、昼間は相当人通りの激しい通りだから、怪しまれずに板塀を乗り越えることなどはできない。となると、やはり持って出て、どこかへ落としたのだと思うほかはない。10日ほど前、柴田村町の路上でちょっとした喧嘩沙汰があった。切られた方は四谷炭須町に住む旗本の三男の石田直江。 双方とも手記を帯びていて、行きずりの口論から抜き合わせたのだが、相手は直営の小手に薄傷を負わせておいて逃げてしまった。星明かりで免定は定かにわからないが、二十万五十六のみなりのいい男だったという申し立てである。陰道はその場所に落ちていたのを、城周りが拾って番屋へ持ってきた。覆い蓋を開けてみると、赤い薬包が二服入っている。 調べてみると、意外にも、それは猛毒を有する方向核、毒ゼリの根、の粉末であった。これで話が大きくなった。昨年の10月10日に湯島天神境内の豊という茶組女が何者かに毒殺され、それから3日おいて、両国の山の納めという数取り女が同じような開始を遂げた。検死の結果、 奇跡か鳳凰閣を盛られたものだということが分かったので南番所係で大車輪に探索していたが、今日に至るまで原因も下手人も用として当たりがつかず、あれこれと馴染みの客などをしょっぴいて迷い抜いている最中なんだが、これによって見ると、この陰道の持ち主さえ突き止めれば、二人の女を毒殺した下手人が知れようという意外な発展を見ることになった。 それは稲を加えた野狐を高にくぼりした梨字の印籠だが、福外の相口によってカラス森の薪絵しか川が作ったものだということが一目でわかるから、そこへさえ行けばどういう種の注文で作ったか容易に知ることができる。こういうものがこの番書の手に入ったのは、実にどうも天遊とも天女ともいいようのない次第で、銀味型はもちろん無足同心の果てまで小踊りをして喜んだ。 これによって長らく腐り切っていた北番所の名を挙げることもでき、日頃ションベン組などと悪態をついている南番所の奴らの花を明かしてやることもできるのである。その、かけがえのない大切な証拠物件を、シ兵衛がひょろりと紛失してしまった。どこかへなくしまして、ではことがすまぬ。銀味型和則の,の失態ともなり、 300人からの人間の上に立つ組頭の対面にも関わる。こんなことが評判になったら、また南番所の組下が手を叩いて笑いは安であろう。そんなことはいいとして、もし、ひょっとして、賄賂を取って証拠隠滅を図ったのだろうなどと、痛くもない腹を探られるようなことにでもなったら、それこそ、のめのめと生きながらえているわけにはゆかぬ、まさにしわばらものである。 さすが強情我慢の小兵も、これにはすっかり並行してしまった。早速、副心のヒョロマツを密かに呼び寄せ、手下の下引きを動員して、市中の市地や古物造品会をしらみつぶしに当たらせているが、今朝になっても一向に落とさたがない。例の強情から、陰籠がまだ出ないことは娘やアコ十郎にも非資格し、さりげない体を装っているが、 胸の中はまるで津波と愚風が一緒にやってきたような波立ち方。居ても立ってもいられぬような心持ちである。晩初の表向きは、調べ物という体にして、以来、今から一歩も出ずに閉じこもっているが、何をするにも手がつかぬ。もう、おもとどころの騒ぎではない。毎朝、ことさららしいしかめっ面をしておもとの前にかがんでいるのは、実のところ、 隠しても隠しきれぬ抽象顔を娘や赤子十郎に見られ、弱りきった本心を悟られまいとする我慢の手札なのである。それにしても、ついため息が出る。もし、出なかったらどうしようと思うとちりげが寒くなる。江戸中が手を打って自分を笑いそしる声が、耳元へ聞こえてくるような気がする。今まで打った豪福が一挙にして泥にまみれる、思わず首をすくめて。 つるかめ、つるかめ、縁起でもない。いや、出る出る、必ず出る。お元が枯れたのが役落としになろう。これは、いっそ、いい兆しだぞ。つまらぬことを空頼みにして、ぶつぶつとやいていると、不意に語から、こんなことを言うやつがある。えへん、何かそこでぼやいていますな。ごんぱち。振り返ってみると、いつの間に入り込んできたのか、 老いのアコ十郎が懐で押してのっそりと突っ立っている。アコ十郎は、小米老にとってたった一人のかけがえのない老いだが、世の中にこんな尺に触る奴はない。小米などは頭から馬鹿に仕切っている風で、点でおじの敬意などは認めない。口を開けば必ず何か勘に触るようなことを一言言う。感じがあるのかないのか、いくら怒鳴りつけても、 にやりにやりと不得要領に笑っているばかりで、捕まえどころがない。その挙句、なんだかんだとうまくおだててはいくばくかの小遣いをせしめる。小米炉、寝顔人よしなもんだから、ついひょろりとせしめられ、よほど立ってから気がついて、また、してやられたぞと膝をかきむしって立腹する。小衛の妹の抜歯で今年28。 五年ほど前に交付金版の株を買ってやったが、半年も務まらず、役を辞めて江戸へ出てきたということであったが、どこをのたくっているのか一向に寄りつかず、消息さえもなかったが、昨年の暮れ近く、赤だらけの巣合わせに冷や飯草履を吐き、まるで闇上がりのゴンパチのような格好で小柄しと一緒にひょろりと舞い込んできた。その時の言い草がいい。小座を書いたまま、 懐から手を出してのんびりと長い顎をなでながら。少し、親類付き合いをしますかな。おじ上、え、あなたも、甥いの一人ぐらいは欲しい弱いになったろ。と、言った。それにしても、ふるった面である。こんな風に床柱などに持たれていると、そそっかしい男なら、ヘチマの鼻池でも引っかかっているのかと勘違いするだろう。目も鼻も口も、 額際にごたごたと人塊になり、ぽってりと嫌味に肉のついた膨大な顎がぶらりとぶら下がっている。馬がちょんじゃない、ちょんが馬をくわえたとでも言うべき、珍妙な面相。この顎が春風を切って江戸中をか歩する。ところで、この顎十郎に対して、たった一つ金句がある。それは顎という言葉。いや、言葉ばかりではない。 この男の前でうっかり顎を撫でたばっかりに、いきなり抜き打ちに切りつけられ、二人まで命を落としかけた。風邪引きなどは危なくて名も呼べやしない。この話は小兵衛も人捨てに聞いているので、さすがにそれをはばかると見え、アコ10とかアコ10郎とかと間違いのないようにはっきりけじめをつけて呼ぶ。ただ一人、この世でアコ10郎を面と向かって。あごさん。 と呼んではばからない人間がいる。それは、十枚の花世である。これに限って、アコ十郎は目をなくして笑いながら、うふふ、なんだい、とくすぐったそうな返事をする。あまりにも勘体しごくなアコ十郎の態度に小兵は呆れたり腹を立てたりしているが、しかし、そうばかりもしていられないので、北番所の礼くり方に空席のあるのを幸い。 その株を買って童心の無足見習いにしてやった。礼くり方というのは武行の下にあって経立の前例を調べるのが仕事で、割合に格式のある役なのだが、格別ありがたがる風もなく、晩書の書庫から許し帳や取物帳などを山ほど持ち出し、出勤もせずに弓帳の看物屋の2階に寝っ転がって、朝から晩までそんなものを読みふけっている。 小兵が外分悪がって手にいろと言うと、気が詰まると言って命令に従わない。そのくせ、三日にあげず舞い込んできて、何か気に触ることを言っては、そのあげく、小遣いをせしめていく。しかし、悪くすれたところはなく、することにとぼけたところがあって憎めない。小兵はアコ十郎が憎らしいのか、かわいいのか自分でもわけがわからない、まるでめちゃめちゃな気持ちなのである。 アコジュは例のごとく吹きのすれ切った黒羽蓋への座合わせに、山の入った茶犬状の帯を尻下がりに結び、手のひらで裸の胸をピシャピシャ叩きながら。ねえ、お辞償、それじゃあんまりおかげがねえ。未練ですよ、そりゃあ。おかげがねえ。これ、ゲスな言葉を使うな。おかげがねえとはよく抜かした。そもそも、アコジュは、すぐ引き取りって。 そもそも、このお元様がお金なすったのは、いつぞやご命令によって手前がそれを広縁から運び入れようとした途端、手元が滑っていきなり鉢をひっくり返したから。つまりお元の逆立ちでもおと悪気のあったのではありません。お叱りの女王は、十分に納得しましたから、もう巻き返されるには及びません。手前至って、画つでね、よくこういうしくじりをやらかします。 改めてもう一度お詫びを申しますが、それにしても、でんぐり返しただけで枯れるなんざ、おとなんて獲物もいい加減なもんですが、あんまりしっこしがなさすぎます。おじゆえ、ひょっとすると、案外、これはいかものですぜ。相手に口を開かせずに言いたいだけのことを言うと、きょろりと小兵衛の顔を眺め。そういえば、今妙なことをぼやいていましたな。出る出る、必ず出る。 一体全体、何が出るんです。小兵はしどろもどろ、な、何が出ると。分かりきったことを。それ、おもとがよ、目を出す。花よ、あご十郎の方はおじが何を心通しているかちゃんと知っている。たった今、奥で花よから聞いたので、頼むと一言言ったら、なんとか力を重ねでもないと思っているのに。 肩で息をつきながら相変わらず痩せ我慢を張っているので、おかしくてたまらない。ほほう、それはめでたい。それでは、少しおはしゃぎなさい。ああ、愉快、愉快、と、騒ぎ立てる。小兵衛の方は少しもおかしくない。いよいよにがりきって。ふん、そんなことくらいではしゃげるか、貴様でもあるまいし。そっぽを向いて、またしても、そっとため息をつく。 顎十郎は、花よから一件の話を聞くと、目をつぶって、おじの居間の模様をぐるりと頭の中で一回転させただけで、この紛失事件のやがすっかりわかってしまった。こんなにたわいのないことを見抜けないで、よく今日まで銀味型が務まったものだ。日頃の強情にも似ず、すっかり弱りきっているおじの様子を見ると、気の毒でもありおかしくもある。 上口でガランガランと鈴の音がする。小兵は急に生き返ったような顔つきになって縁側へ登ると、わざとのそのそと廊下の方へ歩いていく。なんだ、駒使いの声がこんなことを言っている。淡路町からの使いで、例の者が笠森近くの猿下屋敷へ入ったことを突き止めましたから、ご足労ながら至急こちらまでお出かけください。 笠森稲荷の水茶屋でお待ち申すという工場でございます。小兵は急に元気いっぱいになって、使いの者のにすぐ参ると申しておけ。外出するからすぐ機会を出せ、早くしろ。と、自弾田を踏んでわめき立てる。顎ゴ郎は、のっそりと座敷に登りながら、おじゆえ、何の御用か知らないが、初馬の日に笠森から使いが来るなんて、 ちっとばかし眉つばものだ。こいつ、馬かされるに決まっています。悪いことは言わないからおよしなすったらどうです。どうせ、ろくな目にあいませんぜ。と、例によってわけのわからぬことを言う。小兵は苛立って、続けさまに舌打ちをしながら。え、うるさい、何をたわごとをつく。貴様の知ったこっちゃあない、黙っておれ。そうまでおっしゃるなら、 お止めしません。せいぜい初馬詣をして日頃の不信心の帳消しをする子ってすな何かご利益があるかもしれねえ。ぶつくさ言いながら、本箱から古月賞を取り出して、ぼろりと座敷へ寝転ぶ。本を読むのかと思ったらそうでなく、それで手拍子を取りながら、ねみだれ髪の柳影、招く尾花の朝帰り。と小唄を歌い出した。小兵が呆れ返って、 むっと膨れて出ていくと、入り違いに花世が入ってきた。顎十郎の枕元へ座ると、きっぱりした声で。顎さん、父上はおっしゃいましたか。いや、それが、何も言わない。口を閉めた谷氏同様でな、毎度のことながら、手がつけられない。こんなところで寝っ転がっていてはいけません。のんきらしい。はて、起きて何をしましょうな。せめて、 心配らしい顔でもなさいな。今年十七で、早くから母にしべつれて父の手一つで気ままに育てられたせいもあろう。山の手の手堅い武家育ちと思われぬ、物にこだわらぬ気さくなところがあり、自分の思った通りのことを精一杯に振る舞う。これも顎十郎の方がにつく一人で、この方はおじほど手数がかからない。黙って座ると、 必ずいくらか包んで渡す。どこで覚えたのか。少ないけど、小菊藩紙でもお買いなさい。なんて粋なことも言う。はっきりとした面差しで、口元に力みがあり、黒目がにじみ出すかと思われるような大きな目で、相手をじっと見つめる。ヌメのような白い薄肌の下から血の色が薄桃色に透けて、ちょうど遠山の春霞のような肌の色をしている。 尺道色のあの獅子神面がどうしてこんな娘を産んだんだろう。それにしても、武家の娘に何かしておくのはもったいない。柳橋からでも突出したら、さぞ人死にができるだろう。顎十郎は下から花代の顔を見上げながら、こんな不落ちなことを考える。ねえ、花代さん、露光の門弟の炉之助が、また新作の流行り歌を舞台で歌っているが、 サミセに手があるのか、いつ見ても妙だぜ。花世は、ツンとして。また、のんきらしい。芝居どころじゃありませんてばさ、私にも隠しているから、切り出すわけにも行きませんが、あんまりな気落としようで、いっそ、怖くってなりませんよ。あご郎はのんびりとあごをなでながら、庭の方へ目をやり。なあに、案じることはない。こうしていれば、今に、やってくる。 何が、やってきます。嫌なに、植木屋でもやってきそうな日和りだってことさ。花代はじれて、冗談ばっかり、担当をふざけなさい、私は知らないから、と、拗ねた風に出ていく。顎十郎は花代の足音が上口の向かうへ消えるのを聞きすますと、庭へ下りて裏木戸の方へ行き、掛け算を外してまた座敷へ戻ってきた。剣族、それからおながら国。 タバコ盆を引き寄せて雲を輪に吹いていると、裏木戸が開いて、出入の上安の印物を着た、二十万五十六の男前のいい職人が小腰をかがめながら入ってきた。松の下枝がだいぶ悪くなったから、浜汁をかけろという大旦那のお言いつけなんで、へえ。おうそうか、そんな話を聞いておった。初馬だというのによく精が出るの。へえ。 お褒めで痛み入りやす。陽気に向かうとハマグリ汁はにってかなわんな。ママ、よかろ、かかわんから始めてくれ。ついでに下枝も少し下ろしてもらおうか。俺がここで見ていて指図をしてやる。へえ、お頼み申しやす。ああ、それはそうと、おもとが一つ弱ったんだが、ついでに見てやってくれ。ゆっくり顎を振り向けて植木棚を刺し、その中にある。 職人は植木棚を見回していたが、すぐ錦名宝を見つけ出し。こりゃあ、えれえことになっている。バラフができてい,いやすね。すぐ手当てをしねえじゃ、玉なしにしてしまう。厄介なやつだの。それが楽しみだというお人もありやす。ははは、ちげえねえ。どうせ、金と暇のあるやつのお道楽。俺のようなゴンパチには用のねえものさ。まあ、 思うようにやってみてくれ。こうと知ったら道具を持ってくるんでした。何か欲しいものがあるのか。へえ、霧吹きお借り申してえので。霧吹きか。なやにあったな、持ってきてやろう。と、のっそりと部屋を出ていく。植木屋は、その後を見送るとそそくさと西木名砲を棚から下ろし、息を弾ませながらお元をもとをろ手つかみにする。出て行ったと思った顎十郎は、 すぐ戻ってきて、棚の方を刺しながら。おっと、違った、霧吹きは棚の下の木箱の中にあるはずだ。職人ははっとおもとから手を離すと、棚の下へ首を突っ込んで箱の中を探していたが。へえ、ございました。では、お水を少々。水なら、この水差しのやつを使え。結構でございます。それから、申しかねますが、三本二郎を少々。 砂糖を、どうするこれが、圧ッシドモノク伝ンなんでございまして、葉の合口へ少々振り込んでやりますと、不思議に世気がつきます。おお、そうか、わけのないことだ。今持ってきてやる。出て行ったと思うと、またすぐ戻ってきて。おじが初見の合間に舐める氷砂糖が、この蓋物に入っている。これを溶かして使え。へえ、何かまだいるものがあるか。 職人ははっはっと肩で息をして、割り箸を一膳、添え木をやるので、割り箸なら目の前にある、双物の横についている。へえ、お次は何だ顎十郎は、懐で押したまま不得要領な顔をしていたが、ふんと鼻で笑って。お次は、俺の命か。職人は、たちまち人が違ったような清算な面つきになって。ちっ。 コケだと思って、油断したばっかりに。腹がけのどんぶりの中へ手を突っ込んでギラリと相い口を引き抜くと、縁に飛び上がりざま。くたばれ、片手なぎに突きかかるのを、肘を掴んで庭先へ突き放し。じたばたするな。高麗芝を荒らすと、おじが怒るぞ。とても手に合う相手でないと思ったか、職人は皮手を下げたまま血走った目をキョトキョトと裏木戸の方へ走らせながら、 やろう、マス落としに駆け上がったか。顎十部は、依然たる大変な面持ちで。冗談言うな。裏木戸はちゃんと開いている。俺は手先じゃねえ、礼くり方だ。盗っとの肩に手をかけるような真似はしないのだ。さ、逃げ出せ。後で手先を向けてやる。あっけに取られて、棒立ちになっているのえ。おい、お前は狐だろう。え、なんだと。 笠森稲荷からおじを呼び出しに来る以上狐の眷属にそういあるまい。職人はじりじりと後しざりをしながら。ああ、狐だよ、九尾の狐だ。小尺な真似をして、後で保存を噛むなよ。離された上は、手前なんぞに捕まるものか。顎十郎は、長大な顎の端をつまみながら。いや、そうはいかん。俺は捕まえぬが、 必ず叔父が捕まえる。あれでなかなか感のいい方だから、このおもとの鉢の底にあるお前の陰謀の鷹肉彫りを見たら、稲を残得た野狐の図は、昔、堀江絵大逸の指し物絵だったことを思い出すに違えねえ。なあ、堀江職人はみるみる真っ青になって、うつむいて唇を噛んでいたが、皮脂を腹掛けの丼に収めると、首を垂れたまま静かに出ていった。 アゴジュロウが錦木名砲の鉢をおじの踏みつくえの上に据えて待っていると、夕方近くなって小兵が鼻の頭を赤くして、カンカンに腹を立てて帰ってきた。アゴジュロウは、えへら笑いをしながら、どうした、やはり馬鹿されましたろう。だから、言わねえこっちゃあねえ。何しろ、初馬はまびですからな、ふっふ。小兵は、自弾だを踏んで、うるさい、黙っておれと言うに。 顎重郎は、済ました顔で。まあ、そう怒ってもしようがない。時に、おじ上あなたが陰籠を探していられるってことは、実は私も知っているんです。あなたは、落としたと決め込んで、しきりに表ばかり探すが、私にすれば、どうも家の中にあるように思われてならないんですがね。何を抜かす。陰籠がなくなったのが5日前で、 がが枯れ始めたのがやはり5日前この二つの間に何かの関連があるのではねえのでしょうか一つこのおもとをにらみつけてじっくりとお考えなすってはどうです。翔兵衛は腹立ち紛れのしぶつらで腕を引き組んで考え込んでいたがやがて膝を打って踊り上がり「うむ、読めた」「おい、あこ十郎」「印籠はな」 この植木鉢の底に入っているんだぞ。思うに、賊はこれを取り返しに来て、一旦は、手に入れたが人の足音、というのは。鳥も直さず貴様の足音だったのじゃが、それに驚いて始末に急し、そんなものを身につけて捕らえられた場合の危険を察し、それを表の底へ隠した。その際、たまたま腹蓋が外れて、鳳凰閣の薬法が飛び出した。 こちらはそんなこととは知らないで、いつものように水をやったもんだから、毒薬が溶けておもとを弱らせるようになった。水をやればやるだけ枯れる度合いもひどかろうというもんじゃ。いや、鉢底を改めて見なくともわかっておる。どうだ、あこと、貴様も追っては銀味型になろうというなら、このくらいの知恵を働かせなくてはいかん。おもとを鉢から引き抜くと、 果たして、陰朗はその底に潜んでいた。小米朗は、日本晴れの上機嫌で、自慢の花をうごめかし。ほら見ろ、この通りだ。どうだ、これ、どうだ、あこと。なんと、恐れ入ったか。顎十郎は、あっけに取られたような顔で。これは、どうも、恐れ入りました。小米朗は、応用にうなずきながら。わかりゃあ、それでいい。 以来、あまり光源を吐くなよ。時に、貴様、もう小遣いがなくなったろう。定本、久尾十蘭全集4、三一書房。1970、昭和45、年3月31日第一版第一刷り発行。入力、たつき、厚生門田博小林茂雄。2007年12月11日作成。 青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。